こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はとても広いお庭の生徒さんのお庭を見せていただきました。もうぜひ最後までお楽しみください。多肉の温室まで出てきますよ。どこが恥ずかしいのか全然わかんない。いや素晴らしい。ちょっとここは通りから見たところです。まあとにかく広いお庭です。皆さんどうぞお楽しみにご覧になってください。素敵だね本当に。今日も花がね、もうちょっと早ければ、うん、もうちょっと早いかもうちょっと遅いとアナベルが来るね。でもオルレアが本当に綺麗。このミモザが本当に、赤いミモザも、うん、あの植えたんですけど赤はダメになっちゃった、ね、ミモザって赤いのあんの？あ、葉っぱが？じゃなく、うん、花が赤い。そんなミモザがある？それを、ね、植えたんですよ、うん、こんな苗買ってきてね、安い、うん、あっという間にこんな大きくなっちゃった。おー素晴らしい。なんか風に弱いでしょ。だからなんかいつかね大風が吹いた日に、うん、倒れそうになった。倒れそうになったのかもしれないね。うん、わあ素敵な。なんかこの辺もかでまだこう発展途上なんですね。こんにちは。あ、なんかあの多肉のこんな寄せ植えをいただきました。ありがとうございます。すごい可愛くて今日あの動画撮らせてもらおうと思ってたんですけど、はい、音質とかも撮ってもいい？あ、大丈夫です大丈夫です。でもなんかぐちゃぐちゃですけど、いいのいいの。もうだってそんな音質持ってる人なんて初めて見た。みんな聞いた。素晴らしい。すべて言っちゃう。動画なんです。あ、動画で YouTube でアップロードさせてもらった。先生どこのうちって言わないですね。言わない。顔はだからマスクしてるから顔出し OK ね。え、ダメなの？そしたらバレるうちが悪いから。あ、顔出しなしね。じゃあその辺カットします。深いんですよ。あー、そうだよね。色は白？ね、白と赤があって、赤があって、あっちが白かな。こっちは赤、うん、わあ素晴らしいね。いやーかわいいかわいい。もう入り口から素晴らしすぎてもう全然あの中に入っていけなかったんですよ。もう本当になんて言うんでしょうかね、お屋敷の本当にアプローチがすごく素敵で、この左側にちょっとこう通路を作って通れるようにしたいなんていうふうにもおっしゃっていました。いや前ね本当これうちにあったうつぎなんですよ。ストロベリーフィールドっていうんだけど、庭をちょっとね改装した時に潰しちゃったんだけど、かわいい。やっぱりこれいや草なんて映らないから全然。今ね、そこをね、ずっとこう道にこうやって、うんうんうん、こうやって、ここアジサイばっかり植えようかなと思って。うんうん、これから ね、アナベルが咲き始めたら綺麗じゃない。こっちなんですよ。レンガを買ってきて、うん、今は。ああ、すごい素敵。うん。あ、そうしたら素晴らしいわ。これもスモークツリーの銅葉のやつね。あんまり花芽が少なかったね。これね、あんまり花がつかないんですよ。うん、向こうのスモークツリーはすごいんですか？うん、あ、本当に私なんか今年ついたな。なんでだ。これね、息子がね、何年も前に、ね、うん、花の人なんかに買ってくれて、うん、いやあのでもどうしてもあの奥のさ花が取りたいな。え、あのどうですか？これもうつぎなんだって。え、なんていううつぎなの、かわいい。なんか椿みたいなね。これなんていううつぎかわかんないけど、うつぎなんだね。
もうなかなかお花が可愛くって、もう中に進めないんですよ。もう本当にいろんなお花をこうやって撮影しています。まあいろんな種類がありました。もう近くに入れないじゃない、可愛いね。あ、よした方がいいですよ。マムシがいるかもしれない。え、マムシ、うん、そっちにね、吹き畑みたいになってるんですよ、うん、でも今ここ手入れられなくてね、あのすごくなりすぎちゃって、ここまだ、ね、なんか石を組んであるじゃない。でもここね、オクラがあったんですよ。大きなオクラが、オクラを壊して、ここに、ね、オクラがこうあって、うん、そこにもオクラがこうあって潰したんですよ。あ、本当。だからね、土が悪いの、すごく、うん、だって土なんてほら牛糞、どんどん大きくなっちゃう。かわいいね、このうつぎが何種類もあるけど、これ斑入りなんだ。この間取材に行かせていただいたうちのうつぎがこれかもしれないな。かわいいな、うつぎ、かわいい。これそう、去年植えてダメになったと思ったら出てきたの今年。なんか名前があるの。そうじゃない、名前があるはずなんだけど、秘境でもないよね。あ、ここにある、これでしょ。あ、それだ。何なんていう名前。え、これカンパニュラ。あ、カンパニュラ、ラティフォリアアルバ、ラティフォリアラアルバ、カンパニュラか、カンパニュラか、かわいいね。ちょうどこのオルレアとか、ひどいよね、ホワイトガーデンみたいな、ね、ここにあれがあったなんて。でもね、これ以上ここに何本か植えたんだけど、うん、これだけ残ってるのね。1回ぐらいね、剪定あの入るんですけどね。あ、植木屋さん、もうね、やりきれない。そうね、でもこれだけ広いと。松も何本もあったんですよ、うん、この松食いにやられて、うんうんうん、松なんかそこにもそこにもそこにもものすごく大きい松が。ああ、そうだけど、順番にね、松食いにやられちゃって。素晴らしいね、これかわいいな。ちょっと赤い花でかわいいね。 うちのはね、黄緑でちょっと黄色くなる感じ。あるんですね、うん。で、種まいて21日って言ってる。え、自分で種まいたの？ま、もみを、はい、わ、素晴らしい。それで何、水毎日やってんの？今のところね、これかけてあるから毎日やらない。でも、来週に入って、今週かそろそろ取らなくちゃいけないから、そしたら毎日 2,3 度やらなくちゃいけないですね。でも自分でもみまいて作ってるんだ、すごいね。農協に頼んじゃう人も多いのに。あれの方が、手軽なんだけど、廃止ソロちょうど植えたい時にいい長さ。自分の自分の好きなように巻けるから、うん、本当にあれ結構お金かかるんですけど。6月になったら田植えをするそうです。稲がこのブルーシートのおかげで、水滴がブルーのお花みたいでした。すごい可愛かった。もう増えて増えて困って、ハーブ系なんじゃないの。そうです、そうです、ね、かわいい。バーベナみたいな、何つったっけ、バーベナの原種みたいなやつかね。私みんな名前忘れちゃうんですよ、ね、そう、忘れちゃうのよ。一時はね、聞かれればちゃんと答えられたのに。いやいやいや、近所の人に言われる。アイリス、アマリリス、え、なんこれ白いの。これはアヤメ。あ、アヤメか、アヤメだ。あやめさん、うん、まあ、本当にずっと庭全部美しいね。あ、すごい可愛い。もうこんなお庭見たの初めて。すごいな。あの、この姿勢も何もない、うん、やたらもう、まあ、この辺はだから前からの和風のお庭で、これとか素晴らしいじゃない、樹形が。なんとも、これやっぱり手入れが行き届いてるね、やっぱ植木屋さんに。ここね、うん、こう斜めになってこう松が一本、うん、ここにね、あ、そうかそうか、こんな松が一本、うん、あそこにも一本、うん、そこにも一本ってにあったんですよ、うん、あ、ま、大変でしたよ。あ、松はだって最初新芽摘まないといけないから、どのくらい、ね、時間かかるかわからないみたい。いやー、そう、紫陽花かわいい。これ、今年のもらったの？娘の母の毎年くれるんですよ。で、花が終わると、木に下ろすんだけど、ほら、これもなんてこともないけどさ、なんて虫食いなんだっけ。だけど、これ可愛いじゃない。これ、取れずに、
これなんていうんだっけ、虫食い草じゃなくて。何て言いましたっけ、これ。ねえ、なんか。これも増えるんですよね。ねえ、でも可愛い。こうやって、広いお庭には最適だね。おだまき、おだまきもいっぱい咲いてたんだろうな。そうですね。おだまきすごかったです、今年。ねえ。で、これいつも種はもうそのままにして、自然に、ね。いっぱい出てくるんですよ、出てくるんだ。こういうところも。ほんとだ、はい。ちょっと、お邪魔するよ。ごめんね。素晴らしい。これ、すごいこれ。そう、だからこれがほら、ちゃんと育ってんのがすごい。綺麗な花咲くんですよね。ね、これを枯らさないのがすごい。これって多肉に、多肉じゃないですか。ないです。そうだから、水結構いるの。そう、これは常に水。冬は家に入れて、あ、常に。ここにね、置きっぱなしにしてたら、やっぱりこれ、入れなきゃダメですね。いや、寒さに強いって言われてたから、うん、ただ結構傷んじゃいましたね。でも、切れたから良くなった。多肉すごいかわいい。これ入れたのね。この辺なんか入れなきゃダメでしょ、だって。あ、これ私この間買ったのよ。これかわいいよね。それは息子が買ってて、私がね、分けてもらって、ね。ああ、ほんと。いやー、多肉もいっぱいある。この斑入り珍しい、これ。私それ好きで増やしてるんですよ。かわいいよね。それ冬になるこれちょっとブドウみたいな花が咲くやつでしょ。あの花と実が冬になると何もなくなっちゃうじゃないですか。あ、それで外で平気なんだ。それでね、置きっぱなしにしてて、たまに水をあげてやるとこれ出始めるんだ。へえ。こういうとこから切って、うん、水つけておけば、うん、あの根が出てきて、でそれを植え替えてやって、だからいくつもあるんですよね。ほんとかわいい、うん、ねえ。素敵素敵。なんていうんだろう。色がじゃないですね。いい。いや、これも観葉植物的に家に育ててる人を見たことがあって、斑入りじゃないやつ。あ、斑入りじゃないのね。うん、だからこれ初めて見た、この斑入り。あ、そうです。うん、かわいい。いやー、ね、多肉もこれだけ広いとさ、いくらでもできるね。クリスマスローズもそうんだけど広すぎるかね。え、これさ、私ルメックス？ルメックス？うん。これ花咲くの？うち、初めてびっくりしたんですよ。初めて見た。いや、私も植えっぱなしにして、前、最初の年寄せ植えにして、その後も分けちゃって。そうそう、寄せ植えだったんですよ。そうそう、それで、単独で今植えてるんだけど。あの、パンジーと一緒に寄せ植えてて、うんうんうん、冬も青々して、そうそうそう、いいよね。これ面白いよねって。うんうん、で、パンジー終わって、これはこれであったから植えるから。うん。だってこれってあれですよね。なんで、野に咲いてる。あ、ほんとほんと。水、何て言ったっけ、水滴、水滴っていうか、うん。なんか草みたいなね、そうそうそう、花だね。先生、これもいいでしょ、ほら。不意の毒だね。あ、ほんとだ。かわいいね。かわいいでしょ。かわいい。ねえ。私ね、あ、この斑入りのも前に育てたことがあるんだけど、でもかわいいね。あの八重の毒ダミっていうのがあって、白い花の、白い、そうだけど、それね、見つけられ、あ、なんかないのよね、買いたいんだけど。いや、私も買ってきてどこかに植え、去年この辺のポーチラカが、うん、あのポーチラカ植えてる、こんなに大株になってきてる、うんうんうん、ちなみに一生懸命水くれるから、ものすごい、これな、こういうちっちゃい品種の桜草っていうか、うブリムラ系のものなの。すごい可愛い花が咲くの。かわいいね。で、これなんか何でもないけどさ、斑入りだね。紫、つゆ草の斑入り。斑入りなんですよ。そこら中で珍しい。ほんと。いやー、珍しい。それにま、多肉、多肉がもう素晴らしい。これは松、ん？なんだっけ。なんとかの宝石とかって今。あ、多肉の、多肉の系のあれなんだね。冬強くって、そのままでしたよ。あ、そう。うん、外で、そのまま。なんかち、お嫁さんが待っててくれてるのかもしれないのにね。私、全然興奮して、先に進めない。いやー、このガザニア、かわいいね。これなんかもう、ねえ。うん、もう私、去年ここ、黄色いのをいただいて植えたら、どんどんね、すごくいて、そこら中見えてるんですよ、見えちゃって困って、うん。いやー、なんかもうとにかく。
ブラキカムいいよね。ブラキカムほんといい。かわいい。かわいいですよね。うん。うわ、黒帽子。何これすごい。こんななるんだ。これ家に入れたの？これは入れてます。やっぱりね。わあ、かわいい。このネックレスって、ちょっと日陰がいいね。そうですね。そうですね。ガンガンやる。ガンガンダメだね、私。ガンガンに植えたらちょっと。ちょっと日陰のもいいかもしれない。うわぁ。これも綺麗な花咲くんですよ。これ。これ。これ何これ。なんて名前だっけ。ほら、そういうふうにもう全然名前が出てこない。これ、この白い花が咲く。これ綺麗だよね。なんだろう。その間まで覚えてたのに。そのうち思い出して。この間まで覚えてた。うわ、この黒帽子もすごいね。見事で。今もう休みだね、黒帽子。休みに入るね。まあ、おだまきもあっちこっち。登らないでね、それ間違って。入っちゃダメよ。さすがにさ、登りはしないよね、いくらなんで。もうね、温室を見に行こうと思ってるんですけど、あっちもこっちも可愛い花が咲いていて、なかなか温室までたどり着けないんですよ。まあ本当に見事でした。もうとにかく敷地が広い、素晴らしかった。ルドベキアもう咲いてたのでびっくりしました。趣味の部屋って漫画のために建てたの小屋を。すごい。え、自分たちで建てたの？すごい。もうぐるーっと家中なんか終わってんだね。後でちょっと見せてもらおう。錦。え、白露錦。かわいい。なんか、お花咲くの？これが花、花の花。もう葉っぱがね。いやー、すごい。ところにそれが置いてあって、で、私がわーいけねえかなと思って買ってきて、そこだけ置いたんだけど、ここだけ一本だけ、いや、パローズで残って。え、そういうことってあるんだね。こんななんか環境のいいとこで。これがキングサリー。あー、ほんとだ、キングサリー咲くと素晴らしいね。いや、なんか何でも植えてあるね。あ、何あれ、すごい。あれが好きで、ずっと鉢に植えてあったんだけど、その鉢に。うん。かわいそうだから、その地に置いてやったんですよ。ブラックレース。ブラックレース。ちょっと、すごい。え、かわいい。かわいい。かわいいでしょ。なんか。ストレスも好きなの。へぇ。なんか、すっごいいろいろ植えてあるね、またまた。本当だ、カラーも。カラーこれね。カラーも出てきたし。鹿よけでしょ、だってあれ。そう。ここ新芽をね、食べちゃうの、この辺ぐろぐろしてるんですよ。本当。ヤガール。その後ろの木が何これ、すっごい見事だね。ヤキね。欅、これもご自分の土地に割ってんでしょ。すっごい。これとあそこの欅とこれは古いです、ね。これもすごい。うつぎだ。なんかこの物置にしてんのかな。すごいね。これはね、400年以上前の建物なんですよ。400年以上前。文化財にしろって言われたんだけど、うん、文化財すると維持が大変なんですよね。ああ。鎌倉時代かなんかね。これね、本陣だったんですよ。うん。この山宿のね、うん。それの離れた式で、外がみんな焼けてるのに、これだけ残ってたんですよ。はあ、すごい。中はどうなってんの？開けたり閉めたりしないの？中はもう物置きのようなもんですよ。でも、なんか入れてるんだ。いや、もう。物を入れてないくらい。昔は物置きになったとか、結構大昔に役場に、うん、まあ、火事になった時に役場に貸したんですよ。ああ。その時いろいろ採掘をしてしまって。なるほど。本来は踏みつかないで建ってあったんですけども、いろいろあれしちゃったから随分内容が変わっちゃってるんですよ。ああ。あれなんですよ。東京の方から大学の先生たちも見に来る。見に来たり。ああ。一時よく。
なんか特徴があるんですよ、この建物にね。うん。ああ。潰せないんですよ、なかなか。確かに。オクラを潰して物置を建てたそうで、入り口はもともとあったオクラの扉を利用したそうです。これからお嫁さんの育てている多肉の温室を見せていただきます。お家に温室を建てちゃうってすごいですよね。あ、でも暖房するからいいのか、中。うん、そうですね。雪が落ちちゃう、もし降っても。20センチぐらいは全然大丈夫です。あ、なるほど。うん、いやーすごいなー、こんなし何趣味が高じてこうなってしまったの、はい、かわいい。これからちょっと管理が大変だね。暑くなりすぎる、そうでもない、大丈夫なんだ。そうですね、暑くなるとちょっと。あ、これなんていうんだったっけね、すごいな、かわいい。なんか増やして、はい、それで寄せ植えにして売ったりとかしてるの。はい。お、素晴らしい。多肉植物は商標登録してあるものがとても少ないそうです。なのでご自分で増やしてこうやって販売しても全く問題がないそうです。もうびっくりでしょう。もうなんというか、この多肉の種類も多いし、たくさん育ててて、もう可愛くて花もねたくさん咲いてたんですよ。もう本当に普通のお店よりすごいですよね。もう本当たくさんの多肉を育ててらっしゃいました。なんか希少価値がありそうだね。すごいねこれ。うわー、あの向こうあれだ、あれ実なんですよ、全部種。すごい、すごいですよね、これ種まくとまた出てくるの。そうなんですよ、まいたのね、ベランダにあるんですけど、もう巻ききれなくって、うん、かわいい。でもなんかそれがかわいいね。うん、びっくりしました私は。ほんと、しばらく見なかったらあんななって。このさ、黒帽子を買わせてくれないかな。あ、いいですよ。ね、私黒帽子が欲しいの。これってでもやっぱり室内なんだね。いえ、冬。あ、冬、そうですね、冬は中です。中だよね。いや、意外とあの、なんていうか、でも半分あたりじゃ外で行けるみたいです。あ、まあ、あの辺は。いや、かわいいな、これ。かわいい。これ見事だね。この間まで花が咲いてたんですけどね。うん、本当だ。残念だけど、でも素晴らしい。もう種がついてる。うん。で、また種をまくの？そうですね。おー。この棚いいね。すごい。自分たちで作ったの、これ。はい。わー、素晴らしい。これすごいな。こんな。もう私なんかすごいトゲトゲして痛くてさ、すごい大きいのが前あったんだけど、はい、もうちょっと捨てちゃったのよね。もったいない。あまり、いや、こんなにほら、流行る前で、巨大になっちゃったのよね。うん、でもう手に負えないと思って、うちの狭い庭で。うわー、たくさんあるな。今すごいね。それが花が咲くんです。うんうん、本当だ。花が咲くと終わりだって。そう、もう死んじゃうんですよ。そうなんだよね。だから花って咲いて欲しくない、ないものもあるよね。うん。でも増えますよ。黄色い花が咲く。うん。これもすごいですよね。冬は、まあこれ、ペリカムだけど、冬はさ、どのぐらい寒くなるの？ここですか？最低気温っていう。最低っていう
うちの方よりちょっと暖かいでしょ。ご自宅の奥にね、ちょっとこうやって温室を工夫して作ってらっしゃいました。まあなんだかすごいね。お嫁さんもたくさん多肉を育ててたけど、ご自宅の横にこうやって生徒さんも多肉をたくさん育てています。お嫁さんと趣味があっていいなと思いました。いかがでしたでしょうか。お庭の全体像が全然わからなかったと思うんですけど、もう敷地が広すぎて、オクラのところに物置を建てられたり、漫画部屋を建てたり、あの温室が2つもあったり、もう庭中もう広くて、いろいろな種類の植物があったので、どんな季節に来ても楽しめる素敵な広いお庭でした。すごいいろんな植物が大好きっておっしゃっているのがもうよくわかりました。藤川のクラフトパークの近くのお宅なんですけれど、この後、まあ、バラの公園を取材に行きました。でも私はクラフトパークよりもこの生徒さんのお庭の方がもうずっと楽しかったです。クラフトパークはバラが主になって、他の植物が全然なくて、あのなんて言うんでしょうね、やっぱり植物好きはこうやっていろんな植物のあるお庭を見せていただくのが本当に楽しかった。南天の産地なの、身の部が。で、赤いだって実がこれからなってくるからね。赤と白と。あ、白とあるの。この木は何？桜です。桜、うん、これも拳。桜、しだれだと思ってもらってきたけど、植えてみたら桜じゃなくて普通の桜、あのソメイヨシノっていうわけでも、山桜みたいな感じだよね。山桜、実がなってるもん。あ、実がなってるね。あの何、八重じゃなくて、ここきっとね、水が豊富だから、ここに井戸があって、うん、だからこれがあっという間に大きくなったんですよね。ああ、本当だ、ブルーベリー、うん、みんな鳥と競争だよね。うん、なんかネットかけないとね、全然実がつかない桜も。なんか実がついて3つ分ぐらい。去年できてたよ。でも食べたことないんだよね、桜んぼ。ああ、桜んぼの桜って白い桜。そうです、ね、あ、え、あ、本当だ、ついてる、ついてる、あ、ついてる、ついてる。これで今日で、あ、これは桜だなって言って健太君に言われたんだよね。あ、そうだったっけ。うん、そうじゃないなって言ったら、これは桜だよ、桜だよ、桜。本当だ、桜んぼちゃん。あ、取れない。なんでさ、もう見つかないの。大きなヘビイチゴ見つけました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。